の先だけど安城は。えらい広い範囲で通ってますよ。皆さんこんにちは。こんにちは。私たち安城爽やかマナー町づくり条例 PR アイドルカバー娘です。よろしくお願いします。いやでもね、いきなり安城爽やかマナー町づくり条例 PR アイドルって言ってもなんだそれっていうね方がたくさんいらっしゃるんじゃないかね。それって感じだった。そう本当だよね。しかも岡崎に来てこの安城の条例 PR って言われてもね。まあそうだよね、確かに。いやでもね、今日住宅展示場でしょ。うん、お家を建てたいっていう方はぜひね、安城にお家を建てていただいて、そしてはい、そしてですね、ね、何でしたっけな、ちょっと台本が立ってしまってほしいね。今日はね、地球を考えるためのイベントですからね、お家を建てたいっていう方も、ね、そう、ごめんね、ヒーローのファンの方も、はい、住みよい環境をね、マナーを守って住みよい環境を作っていきましょうということで、まちづくりのことね、紹介してください。はい、それでは説明しよう。はい、爽やかマナーまちづくり条例とは去年4月に施行され、すいませんちょっと今日やばいね、ちょっとやばいね。あのね、バイオ資源とかね私たちの私たちの市民の手で、さっきまで全然スラスラ言えてたじゃん。そうだよ。4月に施行された。4月に施行された。もう一度言います。頑張れ。4月に施行され、私たち市民の手で街を守ろうという条例であります。おお、はい、おごめんなさい。具体的に言うと、条例には6つの条例がありまして、はい、皆さん安城市のブースで配ってたティッシュ持ってますか？持ってない人は手を挙げてくれれば配りますので、はい、一緒にご覧ください。仕事に行きます。皆さんの手を挙げて、持ってない方多いね。ぜひもらっていただけたら嬉しいです。みんな分身やってくださいよ。今日は最初からごめんね、ごめんね、私が変な波を聞いてしまいましたね。ごめんなさい。じゃあ一つずつ説明しますね。はい、はい、1、ポイ捨てをしない。はい、しない。2、路上喫煙をしない。しない、しない。3、ベッドの糞は持ち帰る。ふんふん。4、チラシの散乱をしない。5、歩きスマホをしない。6、落書きをしない。はい、しない、ね、落書きをしないのは当たり前だよね。そうだね、落書きするしないよね。普通しないよね。そうだね。そう、一番この中でありそうなのってなんだろう。そう、皆さんもちょっと手元見ていただいてね。ポイ捨てかな。ポイ捨てだ。多そうだよね。そうだね。あと路上喫煙。本当にね、もう携帯も多いね。マナーも持ってもらってね、住みよい環境を作っていきたいなって思います。じゃあいいな、私たち、はい、もういいのかな、もらってない人いませんか。いないですかね。うん、わっ、もうない人いらっしゃるかな。いい感じですね。いい感じです。そんないかんか、若干待って、それにはい、それでは皆さんでマナーを守って町、より良い町にしていきましょう。はい、ということでね、あ、違う、ということでね、いや、誰か来てるんだって。誰だ、誰、みんな気づいてる。いや、これみんな気づいてる。私たち喋ってたから。マジマジめっちゃグイグイグイ。お客さんね、ポッカーンってしてるよ。誰だこいつ。そうだね、説明してあげてください。はい、説明します。ブー様とはバイオ資源や環境学習の PR のために作られたキャラクターであり、鳥山明先生によって作られたキャラクターであります。あります。あります。じゃあ、統一も説明。はい、はい、はい、そう、私たちみたいに環境を PR、 環境をなんだろう、良くする PR するという点では一緒だよね。あ、そうだね。あの、向こうにも自動車が展示してあるあのブースがあるんですけど、そちらで鳥山、あ、違う、ブー様の漫画を配布しているので、皆さんよかったらこの後もらっていってください。はい、鳥山明先生のね、作品なので
ので、ぜひ、レア物なんですけど、転売は禁止でお願いします。はい、転売ダメ。はい、それでは、ウー様ともども、アンチョ爽やかマナー街づくり条例をよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは以上、私たち安城爽やかマナーまちづくり条例 PR アイドル看板娘でした。ありがとうございました。バイバーイ。